今回のね、ビデオは、もう、うわーい、もうね、すごいね、暴れるんだよな。お前、恋レベルにお前、いきたいな。今回は、カサゴ。まあ、今までね、さばいたカサゴとは、ちょっと今ま、全然違うタイプで、違うタイプっていうか、こいつが生きのがいいのかな。締めるか。とりあえずね、こっち締めないと暴れるからな。ちょっとね、いつもね、締めが甘いって言われてるから、ちゃんと締めるよ。はい、しまった。ふぅ、締めた。頭落とし。お。うん。頭を落としたら、こいつ毒ないよね。お腹を切って内臓を出す。なんか割れたなんか割れた。浮き袋か。内臓と血合いを取って水で流したら、あとはね、三枚おろしだね。まあ、鱗は皮剥ぐから取んなくていいかな。ちっちゃいから楽だな。中骨に反りたくて。ああ、カサゴ系はね、楽だね。歌いながらねやるとね、綺麗にさばけるんだよ。普通になんかもう色やばくね、こいつ。で、まあ3枚におろせたら、まあいつも通りね、腹骨を取って皮を引いて終わりなんだけども、終わりだね。初見の魚は全部ね、基本刺身で食べたいんだよね。やっぱり魚はやっぱ刺身で食ってなんぼよ。ということで、できましたー。わっほー。カサゴのお刺身ね、ちょっと多分比例刺し、まあ多分ね、このカサゴは毒がないと俺は信じてる。いただきます。うん、確かにね、カサゴ感はある。あっさりしてるけど、あっさりしてて癖はない。すごいなんか典型的な白身魚の刺身って感じ。まあこれといって他のカサゴとかオコゼとの違いはそんなにないかな。うん。あー、わさびが効いた。これは普通にありだね。ありありあり。まあ、なんか、パッと見、危ない魚だよね。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。